からマッサージ行きまーす。イエーイ。急遽今日の朝に予約したんですけど、癒されたいと思います。でもあんまマッサージって行かんからさ、マジ1年ぶりじゃない？夏ぶりちゃう？前の動画撮ったぶりちゃうな。そことは1年近く行ってないんですけど、マッサージお久しぶりに癒されたいと思います。あ、1回行ったな。ちゃうか、行ってないか。あ、もうめちゃくちゃ前。そんな早いん？ゴリゴリやわ。もうまあまあそんな日頃行けへんよな。そんなもんちゃうんだよ。じゃあ行こうかなと思うんですけど、なんか探して終わるくない？結局なんかこれ行こうかなとか、ほんで時間あへんかったら行けへんくて、まあ行く暇ないやんけど、なんか自分でまだ耐えれるかなと思って行けへん。でもなんかお風呂使ったらいけんじゃんって思ってまうんやけど。ああ、どれぐらいのスパンで見ないの？そんな月一とか行ってると思うで。なんかほんまにゴリゴリな人で我慢できひんとか、やろ、マッサージハマってる人とかは。接骨院やったらな。え、接骨院、ああ通ってる人な。うん、いや俺行ってないね。いや行ったことないわ。コルキエ行ったことないな。プロセットマジで行ってたけど。なにそれ、言わした。腰言わした。まあそんな感じで行ってきたいと思います。単品パパちゃんのまだ時間ないで。発売は？なあ、久しぶりやよな。名前何やったっけ？鶏ラーメン。え？絶対あの声全く多分聞こえてない声。シャトレーゼでいっぱい買ってきたよ。まずケーキでチゴとチョコ、美味しそう。はい、じゃあどうぞ。あのいちごケーキ。ちょっとあるわ、ちょっと待って。こっちで食べるやつ。食べるやろ。こっちで食べる。美味しい。美味しそう。やったね。ちょっとちょうだい。ダメ。ちょっとだけちょうだいよ。ダメ。一口。ダメ。ダメ。いろいろ買ってきたやつ。これアップルパイ。あのコメントで教えていただいたシャトレーゼのこっちも買ったんですけど。面白いや。え、でも多分そっちやと思う。純生クリームどら焼き、美味しそうなので。わ、もう絶対美味しそうこれ。こういう横向いて。シドニーにあるあのオペラハウス。オペラハウスみたい。これはランキングに入ってたどら焼きです。これも確かランキングに入ってたシュークリーム。98円とかやったと思うけど。モナドラ、かわいい。じゃあ、あれ、餅入ってるやつが食べたかったけど、ちょっとミスった。これもランキングに入ってた磯辺。これ。ああ。美味しそうやろ。いや。こういうの好きやね。あー。おーんちゃんね。揚げ餅、塩レモン。ミニソフト。これは息子に。とちおとめ。これ美味しそう。ソルティッドキャラメル。ちょっと焦がしてもうだから、ナイフとフォークで食べたいと思います。うん、いや。そのままの方が美味しかったんじゃん。そうなのかな。このアップルパイは俺の中では結構ビビる。チンしたからやろ。美味しいって。あと綺麗に食べてる綺麗に食べたい。長いバイオソラ一個も食ったら。まるまる食ったやん。それは中いっぱいになるわ。家の方が一番うまいかもしれない。ホットコーヒー。これ無印の豆やね。有機豆。これ評判いい。あんまりやけどな。自分が焦がしたから。好みやろ。こっちかもな。いや、そうやろ。こっち？コメントでもらったのは。こっちかもしらんな。こちらはどうでしょう。もう温めるのやめときますわ。これ中にちょっとビスケット系のが入ってんな。うん。わかる？なんかナッツ入ってる。なんかアメリカとかの海外家で作った感じじゃん。うん。こっちの方が美味しいな。こぼすないわ。これ結構食うてるやん。最近じゃん。息子の服を紹介したいと思います。最近ネットとかでいろいろポチったので、まずザラのオンラインでポチりました。シンプルで可愛い。どう？え、どこで買ったそれ？ザラ。
いや。買おうやろ。うん。買おうよ。うん。買おう。これは1190円です。で、次もザラで購入しました。これはただただ可愛いので買いました。トイストーリー。どう？うん。買おうやろ。まあ行かないと思うんですけど、夏にディズニー行く機会あったら来たいなっていう一枚。ええや。ええやろ、これ可愛いやろ。ええやん、着ていく。おかしいやろ。これは1990円。かわいいこれ。ちょっとお気に入り早く着せたい。てかまずこの組み合わせかわいいよな。珍しいな。せやろ。で、次はパジャマ。私マジで子供服のキャラクターものパジャマ大好きで買いがちなんですけど。これ H&M か。これは H&M です。ソニック。めっちゃかわいい。しかも本人ソニック知らん。かわいない。ドリームキャスト？ドリキャス？ドリキャスって言ったことない。これはパジャマで上下セットで、別にソニックっていうか可愛かったんで、色が。私この柄物のパジャマ、子供のすぐ買いたくなるんですよ。しかもこれ H&M とかザラマジで可愛いのありすぎ。アトバースデーと常買っちゃう。これしかも90しかなかったん。これだいぶ人気あってさ、100なかったん。それ90？これ90。今年で終わりって感じなんですけど、1500円ぐらいかな。1900円ぐらい。かわいいこれ。で、次もパジャマでございます。これは息子今ハマり中のパウパトーに最近ハマってるので、幼稚園で流行ってんやろな。上下セットの、え、これ半パンやん。長パンじゃない。これめっちゃかわいい。夏やな、ザ夏って感じで。これは100センチを買いました。これ知ってる？今幼稚園で多分いっちゃん流行ってんじゃん。ちゃう？どれ？パウパトー。パウパトー、うん、パウパトーパウパトーね。知ってるけど。いや、何回か一緒に見たことあるけど、そんなハマるほど見てない。恐竜1位、2位パウパトーやってた。いや、ちょっとパウパトーがあんま仕上がってきてない。のし上がってきてる。恐竜とパウパトーどっちがかっこいいって言うたら、パウパトーって言ってたわ。うずやん、恐竜負けそうです。でもパウパトーより父ちゃんの方がかっこいいって。なんやねん、その最後。買ってくれる思ったんちゃう。部屋着って感じ。基本パジャマじゃない、家おるとき。で、こないだ、ちょっと動画撮りたいからまだ使わんといてって言ったけど、めっちゃプンプンしてたんで1個おろしたんですけど、H&M めっちゃパウパとコラボしてた。5足セットで1200円ぐらい。安いよな、そう思ったら。300円 ?1000 円ぐらい。これはなんか普通の文字のやつで、1個一番可愛いやつを履いてるんですけど、もう今。これアメリカのやんな、多分パウパとって。え、日本じゃないん？次は ZOZO でもちょっと買ってみました。セールしてたんで1000円ぐらいだったんですけど、でも恐竜はここしかない。それ気づかんやん。いや別にこれさ、恐竜じゃなくていいんやけど、色を買うやん。文字とひなり色でさ、これはなんかね、膝やのなんか。どんだけ凍ってんねん。え、次々出てくるやん。いや、もうサイズがないねん。去年の着られへんねん。これはなんかどっかのピザ屋とコラボ商品なんかな、多分。まあこれはシンプルに可愛い。黄色に赤っていう感じで、ここのロゴが可愛いかなという感じで買いました。これもセールで900円ぐらいやったから買った。で、次はさっきバースデーにみんなで行ったんですけど、そこもいろいろちょっと買ったんでご紹介。夏準備やな。夏準備をいろいろね、買ったのと、あとはなんか息子が最近すぐおもちゃ飽きるんで、で、ニューバージョンも買いました。まずこれは水着。これもパウパトー。これ絶対今人気やね、ちびっこに。これ前飽きいいよな。これラッシュガードやんな。そうそう。これが2500円。サイズが、なんかこれ人気あって全然なかったんですよ。100欲しかったけど110しかなくて。まあ上ラッシュガードやからええやろっていうことで110買いました。デカめ。これは本人も結構上がってました。パウパトーだみたいな感じでこの夏着たいと思います。で、これとセッツのやつが、これは100センチポケット付きで1969円でした。で、サンダル去年の多分無理なんで、このサンダルを買いました。また新しく恐竜さん、これは本人も嬉しそうや。1490円です。あとはこの、え、なんかビー玉入ってるやん。年齢大丈夫？大きい子じゃんこれ。もっとなんと6歳以上。全然あかん、ミスってますわ。もう口入れへんやん。入れるよ、3歳入れんね。まだビー玉なんか赤い3歳児。ただミスりました。恐竜の塗り絵を買って、これさせたいと思います。何？6歳の買ってんねん。あーちゃんこれ。以上が購入品でした。あ、ティラノサウルス緑で描いてんの？うん、ティラノサウルス緑だね。これ描いてたら、トイザマンセントしよう。わかりました。ちょっとな、邪魔しないで。邪魔してないで。邪魔してないで。あ、もしは、
2番目は3番目なんかしたらできひんなんでできひんのはむずいやろそれむずいやろじゃんこも触ってんや1時間ぐらいやってますよこれもかれこれ6歳って書いてるけど31歳が1時間ぐらいかけてやってますけどお母さん上手上手お父さん上手あと2工程で終わり2工程で終わり本4冊5冊ぐらい読んだなうんでもかっこいいでもかっこいいあ怒られんで怒られんで完成でーすスタートここやねスタートとこスタート青のところなもう一回青からせーのドンあんがってんげん1時間待ったからやった忘れてんのえ、もしだい青から青からこれは青だで元気ゴミあ、まだ分かったうん、分かったございませんでしたいや、でも大人の服マジで種類多いでも見る気になれへんめっちゃ寒かったし、なんかあんま分からんかったクーラー激考え爆睡してっからな、どうしようかな思ってとか行きたいとこあるない考える泣いちゃうねん1時44分微妙なんなのこの微妙な時間え、早うから行動したから、今日はそれでも早すぎるやろなんか野菜食うて帰ろうかはんならもう野菜なんか買う言うとてんのリップが一番バーベキューの準備ゆっくりしようか何すんの今日ゆっくり用意するって何しようそぼろご飯とオーブンで野菜焼くなんか野菜いっぱい食いたいね昨日も野菜いっぱい食うたやんキムチ鍋食うたいキムチ鍋昨日もつ鍋食うたでズッキーニあるんズッキーニあるんかズッキーニストックしとかんかい使わんねん、ズッキーニなんかおやつ食べて帰るおやつ食べて帰ろうかカメラって買って、さっきドーナツ買ってくるどんだけドーナツ昨日にマッサージして、なんかだるな、ね、眠りの質が良かった気がする、昨日は国産小麦、豆乳、おからをたっぷり使い、毎日手作りいいじゃん美味しいんかドーナツにはうるさいぞマラサダもあるマラサダええやんアラサダドーナツのお店ソルティなんちゃらアップルカスタードシナモンこれがプレーンかどれがいいアップルでいいプレーンいきたいと思います初めてマラサダ食べるハワイで食いたことないないあのピンクのやつやろ並ぶから食べたことない100均でシールなどいろいろいいのが売ってたんで買ってきました暇つぶしにまずシールブック今ちょうど恐竜のやつをやっていますで塗り絵これめっちゃいいよな100均でさこんなんの知らんかったよな100均にアマゾンより安いでこれは今ハマってる、パウパとジョージジョージは多分今ハマってないんですけど可愛いから買いましたこんな感じです今度はあのあれやねんな1年ぶりぐらいに私の母に見てもらうんでその時ようやなばあちゃんに見てもらうんで1日慣れてないんでいろいろ暇つぶしを用意しておきたいと思いますあとはこれ普通のシール可愛いから買いました恐竜シールこれ普通に可愛いよなこの恐竜シール息子の幼稚園グッズに貼ろうと思いますこれあったの感動やねんけどこれ自分がやりたかってこの水で膨らむやつ昔やったくないやるやんこれやりたくてさマジで買おうと思ってん恐竜ワールドであとはこれ暇つぶしにできるかなと思ってこの3歳以上って書いてて最近ブロックをすごい自分で組み立てて恐竜作るんでこれをなんか自分でねじ回したりして組み立てさせよう思いますこんなん100均であるのすごないこれめっちゃいいような100均でこんなんあんのえそれ100円だえ100円じゃん100円やでこれこれもなんか良さそう泡丼これはお風呂で遊ばせよう思います3歳になったらやっぱいろいろおもちゃ増えるよなでも100均すごいねパウパトーの歯ブラシパウパトーとかスポンジボブ100均あるってすごいよなすごいななあこんなんアマゾンで買ったら2、300円しそうやけど
で、あとこれ息子のあの椅子とテーブルめちゃやかましいんで傷つきそうなんではめたいと思います。次はいろいろお菓子を買ってきました。まず芋せんべい、こう美味しそうじゃない。国内産さつまいも使用、シマント。これはカナダの、なんかダダがクッキーが欲してるそうで、なんかこれ美味しそうやなって言って買ってみました。息子にいいと思ったけど、どうなんやろ。塩、おつまみかな、塩辛いかな。ちょっと洗っためっちゃキモいやん。ちょっと洗ったら、はい、大好き。久々じゃない、ブラックペッパー。唐揚げ俺最近微妙やねんな。嘘、じゃあ食べんでえで。食うけど。いや、食べんでえで。これは私のトリュフ塩味です。なんで私のやつ。あのさ、高いドバイのやつしか知らんからさ、ラッキーと思ってる。安いやんとかって。高いドバイのやつしか知らん。なんでよ、ドバイさんのさ、ようたまにさ、キリン堂とかに売ってるやん。はい、これ昨日食べた海苔塩。タイムリーでな。昨日夜食べて、映画見ながら、横でね、もう歯磨いたのにダダが食べ出したんで、もう一回食べちゃって。いつも我慢できるけど、海苔塩はちょっと我慢できひんくて。食べたいやろ、そら。海苔塩は小池派やねんけど。小池やな。小池派やねんけど。で、今日テレビでやっとってんな、めっちゃタイムリーでさ。昨晩食べて、今日昼テレビでやってて。これも美味しそう思って。これどこの？な、ベルギー。このサイズがいいよな。ちょっと食べてみよう。あ、今食べてみよう。じゃあ、お紅茶入れて。え、そこまで。美味しそうやな、これ。ほんまもんや。チョイス。ほんまもんってなんなん？ベルギーのお菓子やん。息子に、この間、飛行機でプリッツもらって爆食いしてたんで、プリッツ好きっぽいんだよ、これ。プリッツ、塩やばいんで、薄味のやつ。気持ちちょっとでも体に良さそう。マジ気持ち。息子大好きのやつ。沖縄で買った、コンソメ味の恐竜が一番好きやから。うん。あ、恐竜みんな忘れたな。え？アリエやん。なかったで、ちゃんと見た？ちゃんと見てるから。やるやん。これはダダが買ったムーンライト。久々やムーンライトなんか買った。美味しいよな、これ。うん、大好き。全然せないな。お菓子狙いに来たぞ。え、もうやったん？はめてまーす。ちょっと息子の部屋着がすんごいガラガラやけど。お、お、いいじゃん、いいじゃん。あ、抜けた。あ、あかんわ、これ。もう一個の方にしてよかったか。ちょっと短くてさ、あかん。失敗。ドリル！めちゃめちゃ服ダサいやん。そぼろともずくの味噌汁。箸の上な。食べてますか？全然ちょう。それは？それ。さあちゃん言って。やべ。これめっちゃ。俺たちやべ。どんな味、どんぐらい食べた？めちゃくちゃ美味しそうです。全部食べた。全部食べた？うん。うわ。何おもちゃ持ってきてん、誰が片付けんの。なんで俺やねん。オリーブオイルかけてもう終了。あ、かけすぎた。200度で25分とりあえずオーブンで入れていきます。ほんでその後に一旦取り出して粉チーズ振りかけて15分焼いたら終了です。何も書いてないけど、皿の種類角皿ってない、ツルツルね。これグリル皿。あとはお願いします。これを剥いていきます。完成です。レンジで父ちゃんもして。父ちゃん今ご飯作ってるから。めっちゃ上手やん、これ。めっちゃ上手やな。これ塗ったら終わりね。そこ塗ったら終わり。うん、塗ったら終わり。筆圧強め。うん、やめあとやめてチーズにしよう。といい匂いがしてきました。おお。いいね。で、こっからチーズ乗っけて、あと15分。うわぁ、わぁ、できました。めっちゃうまそう。すごい音してる。完成。これサムネいけんじゃね？これサムネいけんじゃね？ダダズキッチンで作っていただきました。美味しそう。
海外のサメルみたい。黒長破れるよ。今日はダダが野菜たっぷり飯を作ってくれました。めっちゃうまそうやけど、とりあえずもう冷めてまうんで、はい、食べてみてください。これは自慢のダダのウインナーの切り方です。日本しか使ってないお得意。ではいただきます。もう今日は野菜しか食べない。おー、すごいすごいすごい、甘そう。めっちゃ汁出てこい。すごいなこれ、甘そう。淡路島の玉ねぎ甘っ、うん、おいしい。美味しそうやもんな。うん、味が濃い。コンソメ入れた？何も入れてないね。え、めっちゃコンソメの味する。コンソメスープって感じ。ここそうなの。え、めっちゃ味濃いね、この玉ねぎ。やば、とろとろやん。汁すごいなこれ。冷ましといたるわ。美味しいこれ。ふうふうして食べてみる。あったかい方がいいかも。ちょっと何この味濃い、めっちゃうまい。ダダから1日遅れで母の日をいただきました。これはどこで購入されたんですかね。ローソンと薬局。この大当たりが、私これ気になってたんですよ。小田切弘さんがおすすめしてて、結構前見た動画で。でも2000円ぐらいするやろこれ。2500円ぐらいした。そうや、だから買えへんかって自分で。するとこを狙ってますんで、自分ではちょっと高いから手が出えへんなっていうのがもらって嬉しいポイントかなと。 LDK 電動入りとか、いつも私結構薬局行ったらめっちゃ見るんで。LDK 何それ、間取りですか。なんやろ。でもこの LDK 入ってたら大体いいし、あの小田切ヒロさんおすすめやから絶対間違いないということで、これは一番嬉しいですね。まあそれはちょっとマジで喜ぶかもと思って、ちょっとまあ好きそうやな思って買った。これ一番嬉しい。でこれあんままつげ美容液日頃つけないんですけど、そうやろ、これ LDK1 位。間取り1位。何なの LDK って。アットコスメみたいな感じじゃない、知らんけど。湘南美容やん。湘南美容に惹かれて。あ、このアーユルタイム、うん、アーユルベーダーってこと？ちゃうか。ヨガ系、いい匂いじゃん。うん、これいい匂いそう。一応テスターあるんやから。あ、ほんま？うん、ナイスやん。テスターあるんやこんなん。うん、いいやん、ユーカリ精油とシダウッド。それもいい匂いやったで。うん、これ絶対いい匂いやん。まあ、クナイフみたいな感じです、ね。うん、まあ、ちょっとお花より嬉しいんでテンション上がったんですけど、ありがとうございます。いいえ、もうそんなんご支援じゃん、いつもの対価じゃん。え？ん？え、これはちなみに家族カードじゃないですよね。いや、もちろん違う。もういつもそう言われるから現金で買った。こちらはダダのポケットマネーからいただきました。ありがとうございます。で、息子からは多分これ母の日のやつだと思うんですけど、これ作ってくれたんじゃん。え、これあーちゃんにくれたんじゃない？あーちゃん。ありがとう。多分カーネーション系のお花の。すごいやん。すごいや。ちょっと疲れてきてない。ちょっとわからなってるやん。なあ、わからなってないの。痛っ。みんなで鑑賞中。え、直したのか。ダメ、大丈夫だね。うわ、あ、あれ足は足。ん、それ足だね。あ、これ足か。こうやろ、スタムズ。チーラー、チーラー。入った。入った。入ったなーなー。あんな無理やと思うで、うん、一緒やな、何ねへんで。あざす、お、やっぱりいい匂い。ボイルボイル、もういただこうか。うまそう。26枚。あのジョーカー抜いて、え、ちょっと待って、どういうマジックかさっき言って。いや、まあまあまあ、マジで。お、お、上手やん。よし、これで渡す。ほんなら上手にマジマジして。やったー。お兄さん、お兄さん、お兄さん。うさぎやな。うさぎだな、お兄さんだよ。そうなん。うん、できないよ。ディーズティラントラスとトイだった。かっこいいやん。ティラントラス
え、何それ、ニコちゃん大魔王やん。知らんかい、知らない。え、遅なるからもう早く着替えていこうか。なんか後すぎじゃない。はい、今からお腹減ったんでモス行って、もうちょっと時間遅くなってるので、そうや、公園行きたい。あ、そうそう、モス食べて公園行って、どっか行きたいと思います。適当に、家におったらこの人が騒ぐので。違う、まだいいんだよ。待たなあかんで、順番待ちな。まだやで、まだやで。よし、いいよ。いいよ。遅く、遅くする。まだまだ、まだな。まだやで。なんで？いいよ。来て、来て。早いな。これ大人用や。やるやん、15ポイントもいったやん。やったやん。石田沙織は48。見て、なにこれ。ちょ、持たれへんって。ほら、いっぱい持ってんもん。持たれへん。あはははは。こっちだよ、とかやってみろかやって。そうちゃん、頭なくなった。頭森の中行ってもだ。上手よ。今日のゲストを紹介します。お名前を教えてください。どこかな。おるんやろな、こんな。おるんちゃう。おるか。ちゃう。ドンしなあかんかんねん。通り過ぎてどないすんねん。取れる？お、似合ってんじゃん。すごい、動いた動いた。あやさんですか。カレーパン一つください。中トロ2貫。ジャンボたこ焼き一つください。高っ。負けて、800円に負けて。しゃあないな。はい、たこ焼き6個。ない。たこ焼きない。たこ焼きあかんやろ。ほんでそう、どうやって行ったんやろ。これ多いよ。いくらもらえた。助かります。入れすぎ。ちょっとずついかな。ちょっと待って、これ今の味やったら全部いけるやろ。うるせえんだよの顔。ワンケチャで全然いけやで。わかった。カルパッチョもめっちゃうまい。な、絶対美味しい。大好きかな。釜焼きピッツァ食べましょう。力強さが足らんねん。どうした。もっと力強い。どうした。どうした。じゃあ、ね、やめろ。ありがとう。いい。うん。ボナペティ言えへん。ボナペティ。いただきます。すごいよ。いただこう。入れとこうか。すっごいジューシーやな、これ。うお、食べたい。うまっ。めっちゃうまい、これ。